絶神経は、三叉神経第三枝である、化学神経の枝。下に感覚神経を提供する。また、顔面神経からの神経繊維も走行し、下の前に、三の近くを司る。絶神経は、下の前に、三の粘膜における感覚を提供する。さらに、古作神経等の三叉神経由来でない神経も走行し、絶前に、 三の特殊感覚である味覚だけでなく、副交換神経繊維や交換神経繊維も提供する。学科神経説は、絶神経からの二本の神経繊維を止める。絶神経の最初の枝は下肢想神経内側及び前方にある外側翼と筋に位置する。時には下肢想神経と顎動脈と交差している枝で合流することもある。顔面神経の枝である。 古作神経が急角度で合流する。これは、絶前に、三脳味覚の担当と、顎下神経節への副交換神経繊維である。絶神経は、その後内側翼と筋と、下顎枝の間を通る。そして上院と収縮筋及び茎、と絶筋情報にて絶側面を斜めに通り、絶骨絶筋と、顎下先進部の間を通る。 最終的に横方向から内側下方に顎下線管と交差し、下に沿ってその先端へ向かい、舌下部神経となり、粘膜のすぐ下を通る。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版895ページ本文が含まれています。ありがとうございます。